時206、205号室、そしてここは203、202、で201号室があります。204号室って縁起が悪いんでないんですね。203号室。こんな感じのドアが入ってます。でお一人だけが、いわゆる個室ですね。このようにドアを開けて入っていただきます。こんな感じの絨毯と言っていいのかな、下が柔らかい素材になっています。で物をかける場所はここにありまして、はい、ハンガーをかける、ハンガーとかでお洋服かける場所があって、荷物を置く場所がそれぞれあるという形ですね。簡易式のベッドもありますので、ご家族が一緒にちょっとどうしても付き添いたいっていう時はおっしゃってください。で、こちらにコンセントもありますね。で椅子が2つと机1つあるので、まあ、面会の方が来た時ここでお話していただくのがいいかなと思います。で絵画がありまして、お茶飲めるようにこのように食器と電子ケトル置いてございますので使ってください。ゴミ箱と空気清浄機もありますね。そしてこちらにはテレビがついています。特にテレビカードとか必要なくて、つけていただければいいですね。で温度計、湿度計があります。でここ、電気、ね、明るく暗くっていうのをボタンでできますね。電話に関してもここにございます。そして時計、ティッシュ、そしてテレビのリモコンがあります。ただ電話の使用に関して、基本的に外線もできますので、外線からのお取り次ぎっていうのも可能です。なのでここを見ていただいて対応していただければと思います。ベッドはやはりこういうふうに食事をできるようなボードがあって、向こう側が2つ高くなって、こちら側も2つ高くなるというような形で、設定してあります。でナースコールももちろん置いてありますね。電気はこんな感じの頭の上についているのと、上にあるシーリングライトがあります。エアコンが、おいしょと、ここエアコンのリモコンがあって、エアコンがこちらにあります。エアコンの隣はトイレです。トイレでも禁煙です。ここ煙探知機ありますので気をつけてください。もし体調不良の方の場合はちょっとお近くのスタッフに言ってくださればと思います。トイレはもちろんトイレットペーパーがあって、トイレがあって、でゴミ箱、洗面所、まあ、基本的なシャンプーリンスは備え付けのがありますので使っていただければと。あとブラシも備え付けてあります。で手を拭くものと、あと簡単なタオルはございます。でシャワーがあって、ユニットバスという形式ですね、いわゆるこうホテルでよく使うようなこんな感じで、鏡もございますので、水くらいとかしていただくのはこれでいいと思います。ちなみにトイレはここウォシュレットになっていますので、お尻が弱い方はご安心ください。で個室の場合はキッチンもついています。こんな感じで調理できるようになって、冷蔵庫は下についていますね。これが冷蔵庫、こんな感じで開けて使うタイプですね。でお湯と水が出るのがあって、まあ普通にガスコンロも使って、ってただ火の元にはちょっと気をつけていただいて、必ず火は消すように一口コンロですね。